戦争もある種の交流の役割を果たすものであります。戦争については中国の戦国時代の思想家である孫子という有名な兵法家が、敵を知り己を知れば百戦危うからずと言っている言葉に戦争の性質が凝縮されています。相手を理解する並びに自分の能力も理解するという、これを行わなければ戦争という行為はできないという考え方であります。戦争というのは情報戦でありまして、相手方の優れたところというのをより早く取り入れた方が非常に優位になるということであり、まあ、戦争の歴史というのは一種の情報の交流、そういう歴史であるということも可能であります。